職者の頭全然気にしないでシャボン玉飛ばしてる君は近所の子供にこの頃人気者呼び捨てで声かけられるのんびりというかなんなのか四六時中うたたねばかり全てにマイペースな君が僕を一番わかってる部屋にいるだけで何にもない日も君とならなぜか幸せは、思ったよりうまくいった。本番ならではの力も出せたとこと、やっぱりかっていう惜しいとことあったけど、まあでもまあセーフ、うん、で昨日のピローズはちょっと本当やっぱ雨が悔しかったかな。今までいろんな雨の野外やってるけどあんなに滑るのやったことがないから、そのなんていうの、雨だからじゃあハイテンションで勢いでとかもできないっていうか、それが悔しかったので、すごく丁寧に歌おうと思って、ちゃんと歌をきちっと歌おうと思ったら意外とそれが良かったみたいな感じで、うん、まあ、ピローズが金曜だったから、土曜日に弾き語りで出たけども、弾き語りで出たかったんじゃなくて、とにかく土曜日に残って